さあどうも皆さんこんにちは、トリピです。ということで今日もスーパーマリオサンシャイン遊んでいきましょう。今回はどこからやろうかな。まあ、とりあえず新しいステージが解放されるまではなんかまあ今あるところをもう連続でやっていこうと思うんだけど、まあとりあえずここでいっかな。一番新しいとこやっときゃいいでしょう、安排でしょう。さあ今回はステージ3から瓶の中の赤コイン。待って、俺これちょっと覚えてるかもしんない。これだけなんかちょっと覚えてるかもしんない。そうだ、なんかよくわかんない、このぐるぐるメガネの親父のこの瓶の中に入れるんだよ確か。うん、俺分かったんじゃよマリオ殿。何がって海の汚れの原因じゃよ。そしてこの問題を解決できるのは俺だろどうせ。例によってマリオ殿、あんたしかおらんのじゃが、そのためには海の底へ潜ってもらわなければならんのじゃよ。そこでじゃ、さすがにいきなりでは心配じゃろうから、ちょっとこの中で練習してもらおうと思うんじゃ。ホニャヘラパピロロヒョー、そいつをかぶっておけば少しだけ息が長く続くはずじゃ。ポンプで移動しながら赤いコインを集めてきておくれ。ただし無理は禁物じゃよ。苦しくなったらコインを取り出され。では始めるとしようかの。こんな声だったっけこいつ。うわーすげー、入っちゃった。きたー、楽しそう普通に。これなんで浮かんでんだろう。子供の時は何も違和感なかったけど、なんでこんな浮かんでんだろう。それはゲームクリエイトの問題、背景作るのが大変だから。さあこれでこんな感じで下がりながら赤コインを集めていけばいいと。あーで敵がおる。あ、待って待って待って、こんな感じだな確かね。これで永遠に水が出るんだ、そういうことか。これ回転のやつ取ろう。進める。あーちょっと制御が上はこれ、上はえ、それはそうだ、ダメージ受けるわ、まずい。そっか、ダメージ受けるんだ。ちょっとな慣れなきゃ。早くない？こんなに早かったっけ、こんなに早いっけ。うわー、あーそういうことか、ここで上に行けるのか。じゃあこれで赤コインを、オッケー取れた。あと何枚、あーあとあそこに1枚あるで、あーあそこにもあるな。これでも全部見えたんじゃない、これ取れる、あー取れるか、取れた。6枚7枚、あー全部見えた全部見えた、画面内に全部映った。であそこ早い、これ取っちゃって、で最後あれ浮かんだとそこにあるよね。さっき浮かんだとこ取れなかったから、もうこれ確実に行こう。よいしょよいしょ、もうちょっと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 、きたー取れてねえんだよな、取れないんだよな。最後にも決まらなかった、コイン全部ジャラ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 って取って終わりたかったけど。はい、じゃあ社員出たんで、これ下に最速で下がる方法とかあんのかな。あそこだ、よいしょよいしょよいしょ、ここだい。ピックメントロップ使える、あ使えない。さあということで1枚目のシャインをゲットしました。28枚目。さあじゃあもう一回やっちゃいますか。次が巨大ウナギの歯磨き、きた、これだよこれ。俺が覚えてるの、一番覚えてるのこれ、めちゃくちゃこれ印象深かった。なんかねすげえ怖かったんだよな、子供ながらにして。めっちゃ楽しみ。え、おじいちゃんどこ行った。あ、マリオさん、いよいよ海の底に出発ですね。じいちゃんが上で待ってます。それとこれをかぶってくるようにとのことですので、そこのロープを登ると近道ですから。ありがとう、じゃあ登らせていただくわ。よいしょよいしょ、あこれさらに上もしかして、めっちゃ上行こうぜ。うらー、オッケー、近道できた。上ここからこっちだな、もうこれこれでこっち、こんな感じで飛んじゃう。じいちゃんどこだ、さらに上か、よいしょ、ここの気がする。あ、おったおったおった、じいちゃんおったわ。よいしょ、あやべ、よいしょよいしょ。さあこれでうい来ましたよ。どこですか。準備はできたよ。ちょっと海の汚れは巨大なウナギの仕業だったんじゃ。わしらマーレ族のふるさとでもあるこの海の底に虫歯を患った大きなウナギが住み着いてしまったな。汚れを撒き散らしておるのじゃよ。ちょっと下を覗いてみなされ。ほう、ウナギってめちゃくちゃうまくない。俺さ、これ何回か俺喋ったことあるんだけど、まあ多分初めて聞く人も多分多いから、もう一回だけ喋らせてくんない。俺さ、すき家のうなぎが大好きなんだよね。一つだけ綺麗な穴が開いたようじゃが、あそこが入り口じゃ。海の底に潜ってうなぎの虫歯を綺麗にしてやってくれ。オッケー、そうすればやつも元いた場所に帰ってくるはずじゃ。わしがそういうのだから間違いはないぞ。さあ勇気を出して飛び込んでみるのじゃ。ただうなぎって季節のメニューなんですよ。だからあれなんですよね、やってない時もある。半年ぐらいやってない、すき家で。
1300円ぐらいでね、特大の2枚盛りをね、食べるんですよね、俺。自分が動画とか投稿頑張ったなーって思った日の、なんか、自分のご褒美として、俺は好きやでうなぎを食べている。マジでうまい。週1ぐらいで食ってたわ、俺。本当に。うなぎにハマってから。好きやで1300円出すの、マジでリッチじゃない。うわー、これ覚えてる！怖い！このなんかさ、あれだよね。この下にさ、沈んでいく感じ。すごい子供の時、めちゃくちゃ、ドキドキワクワクしてた。これだけ、ほら、ダメージ受けるんだよ。え、大丈夫なのって、大丈夫なのこれ、このまま行ってって。大丈夫なんですよ、多分。とりあえず、うわー、危ない。待って、大丈夫じゃなかった、ごめん。あ、でもこれで歯をきれいにする。やばい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 、歯をきれいにする、歯をきれいにする。ほらほら、歯きれいにして。臭いよ臭いよ臭いよ。これ、コインは、あ、やばい。待って待って待って、分かった分かった。一回コイン取りに行かないといけないんだ、これ。そういうゲームだ、これ。これそういうゲームなんだ、きっと。いいね、海底っていいよな。なんか無駄にインディーズゲームとかでさ、海底を探索するゲーム、ちょっと危ない、あるじゃないですか。ああいうの次やってみるのあるかな。雰囲気ゲーみたいな、雰囲気ゲーみたいなやってみるのあるかもしれないな。トリスコインマックスまで回復するわ。よいしょ、オッケー。これで回復して、さあ、巨大ウナギ、巨大ウナギ、これ当たりは、うわー、やばい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 、吸い込んでる。とりあえずお前をきれいにしてあげるよ。歯はきれいになってるやつだ。めちゃくちゃきれいになってる。光り輝いてる。おい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 、どうどう、もく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 なって。うわー、ちょっと待って、まずい。避けて避けて。これさ、スーパーマリオサンシャイン、仮にノーダメ縛りとかでやるんだったら、ここ無理じゃない？ここでつむくない？よいしょ、きれいにしていく。さあ、これでうなぎちゃんはなんか下の方に行っちゃったね。痛くないですよ。これ顔どっち？待って待って待って、やばい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 、見てなかった見てなかった見てなかった、危ない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 。とりあえず取りに行って、よいしょ、誰回復させよう。はいはいはい、よいしょ、はい、あと1枚、オッケー。さあ、行くぜ。これうなぎの顔どっちだ？あー、はい、あっちあっち、こっちの奥歯か前歯、上の歯か下の歯かは分からんけど、両方顔になってるから、両方顔になってるから分からんけど、こっちきれいにしてあげよう。はあ、汚いよ。なんか間違えた、視点が。まずい。このこれね、回ってる時にさ、本当はさ、あのコインを回収しに行ってあげたらいいのかもね。よし、きれいになったぞ。もうちょっとだ。ほら、よくわからんけど、この水圧で結構時間かかるな、これ。金歯悪くない？俺さ、思い出した、俺も一回だけね、虫歯になったことあるんですよ。トリビスさん、めちゃくちゃ歯並びいいんだけど、歯並びいいから、もうなんか歯医者さんと無縁の生活をしてたんだけど、ついにね、もうこの年になってしまって、全くそういうのを意識してなかったら虫歯になってしまいまして、僕一本だけ一番奥の歯だけど抜いたんだよね。だから俺一番奥の歯ないんだよね。まあ分かんないんだけど、パッと見た目じゃなんかね、歯医者の人に、あー、どうしようかね、これもう虫歯になっちゃってるね、まあ全然治せるんだけど、詰め物しててもいいんだけど、まあこの奥の歯、あ、全然そんなこと言ったらコイン取れねえや、奥の歯全然いらないから、もうあれしちゃってもいいよって、抜いちゃってもいいよって言って、いるって言われたから、あ、奥歯じゃあいらないですって言って抜いた。で、なんかちょっと30ちょっと過ぎぐらいの、まあお姉さん、お姉さんだよね、30ちょっと過ぎは、お姉さんにちょっと歯抜いてもらったんだけど、なんかめちゃくちゃね、永遠にずっと赤ちゃんプレイな感じ、赤ちゃんプレイしてるみたいな感じで、あー、痛くないでちゅね、痛くないでちゅねーみたいな、痛くないでちゅねーは言ってねえな、痛くないですよねーみたいな感じで言ってもらって、全然痛くなかった、びっくりした。新しい性癖目覚めるかと思った。本当にありがとうありがとう、まあ、ごめん、お姉さんじゃなかったな、完全におばちゃんでした、すいません、ちょっと盛りました。おばちゃんとの赤ちゃんプレイを楽しみました。あ、きれいになってくれ。痛くないでちゅかー、あー、痛くないでちゅ、そんなに怒らなくていいでちゅよ、大丈夫でちゅよ、大丈夫でちゅよ、これ綺麗にしちゃいますからね、はい、痛かったら言ってくださいね、はい、綺麗になったね、えらいでちゅね、本当に、はい、うなぎちゃん、ここも綺麗、この奥の歯も綺麗、やばいやばい、全然赤ちゃんプレイに集中してたら、あ、でも意外とやばい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 、あぶね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 、遊びすぎだ。完全に。赤ちゃんプレイ遊び、え、待って。ここら辺の周りの声なくなったんだが。もう行くよ。ほら、ほら、直れ直れ、よっしゃ、抜けた。あと1個、あと1個。コインは周りなくね、え、なんか、ああ、上の方にある。上の方にこれ。でも、まあいい。なんか、
なんかよくわからんけどマックスになった。ん、なんだ。おお、待ってる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 。頑張れ頑張れ、もう俺回復しないわ。みんな約束する。こいつ何、これ何、これ何、ベイブレード、ベイブレード。え、何何こいつ、何、すごい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 。あとどこの歯、あとあそこあそこあそこ、ここだけ、あとここだけです。はい、綺麗にしてます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 よ。どう、綺麗になった、よーし、なった、いい子だな。カバじゃん、マジでこれどっちが頭かわかんねえ。おー、出た。これだけ銀歯だったんだ、やっぱり。なんかよくわかんねえ歯一本あったよね。すごい汚いやつ。ハートになってる。ハートになってる。任天堂さんもそんなことしてくるんだ。こういうなんか演出的にさ、こういうのね、バーンって、なんか、例えば、お花畑とかに、お花畑とかに、そのままなんか、主人公とかがバサーって飛び込んで、花びらが舞うじゃないですか。その花びらがハートになるのはディズニーだけの特権だから。あの、ディズニーは大体、花びらとかはハートの形になる。俺の勝手なイメージな。実際そういうシーンがあるわけじゃないけど、ディズニーは大体、その、なんか、泡とかそういうのも全部ハートになるから。海とかにバシャーンって潜ったら泡ハートになる。俺の勝手なディズニーのイメージ。さあ、続きまして、やっていきましょう。どんどん行こうかな。新しいステージ来ないね。多分30枚で次のステージ来るんじゃないかな。もうちょっと、あと数枚なんで、まだ行こう。泳げ、モンテマンレース。あ、今度はモンテマンと、まさかの陸上じゃなくて、トライアスロンのように今度は泳ぐんじゃない？水の中を。いいね。モンテマンレース普通に好き。行ってくるわ。二人とも。俺頑張ってくるから。よろしく。よいしょ。よいしょ。ゴールの位置だけ確認したいな。こっから飛ぶぜ。よいしょ。おい、お、今なんか RTA っぽい動きしたよ。私はモンテマン。向こうの旗まで？どこだ？なんかこれ分かった。あー、そこか。はいはいはい、オッケー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 。だから泳ぐのか。俺泳がずに行こうぜ。どちらが先に着くか競争だ。ちなみにこれまでのベストは40秒だ。準備はいいかな？よーい、ドン。いや、行って。え、待って待って、ずる、ずる、やば、ずるすぎ。どこ行った、あいつ、あいつどこ行った、あいつどこ行った、あいつどこ行った。え、あら、いなくない、いなくない。俺普通に落ちていっただけだけど、これ俺もしかして泳がず勝つのでは。泳がくか、泳がず勝つ。きたー、モンテマン、モンテマン泳いでるわ。泳いでるわあいつ。よいしょ、ほら、早よ来い、早よ来い、早よ来い。よいしょ、あ、これじゃダメなのね。はい、むむむ、なかなかやるな。君のことを少し見くびっていたようだ。もう一度鍛え直してくるよ。じゃあまた、バイバーイ。Thank you。 ありがとう。さあ、じゃあこれ取って、これ何枚目、30枚目じゃない、これ30枚目きた。もしかしたら、これ全然覚えてないんだけど、なんか20枚の時にここの新ステージ出たから、もしかしたら10枚単位ぐらいで新しいステージ出るのかもしんない。ってことは次期待だよ、これ。もしかしたらムービー変わるかもしんない。変わるか、ドルピックタウン。変わらないっぽい。変わらない、みんなごめん。俺の記憶は、俺の記憶つか、まあ予想だね。予想は間違えてた。じゃあもう一回やりまーす。さあ、じゃあ続きまして。マリの入れは、貝の中の秘密コース好きだ。これは、おもろいよ。絶対おもろいよ。秘密コースやっていこう。いいね。あ、これは覚えてる。これ覚えてる。言われたら思い出す。これ一番上だ。よいしょ。よいしょ。さあ、登って、なんかこれっぽいからこっち、行くか？わー、危ない。よいしょ。あ、やばい、間違えた、バカ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 、今すっげえなんか水離すタイミング間違えた。はい、よいしょ、うい、大丈夫かなこれ。ピョイン、さらに上、あー危ない、あーよいしょ、さらに、はい、あった、まだ上、あ、結構高いね、思ってるよりも高い。なんか落ちたら最初からなっちゃうっていうこのプレッシャー、高所恐怖症の人できないでしょこれ。どこだこれ、どこだこれ、あぶねえ。とりあえず飛んで、このなんか螺旋階段みたいになってる、ここ行くか。はい、皆さんこういう螺旋階段を見たら何を思い出しますか。僕はそうだな、猫の恩返しの最後とか、なんかアニメ映画の一番最後にありがち、あっちじゃねえか、完全に間違えたぜ。ちょ、一番上まで行って飛ぶわ、それならば。あ、違う、よかった、一番上まで行ったらまさかのこのなんか糸みたいなのがある。おお、玉ねぎがついてら、よいしょよいしょ、
うおーすげえ、こんなとこ初めて来た。ここ乗れるんちゃう？あ、違う、むずい。はい、乗った。うわー、一瞬乗ったからセーフ、一瞬乗ったからセーフ。うえー、危ない、怖すぎ。はい、ちなみに皆さんは最近のことかどうかわかんないんだけど、俺は田舎に住んでいたので、このこういうさっき今マリオが入った貝とかに耳を澄ましたことありますか？マジで波の音聞こえるからすごいよ、めちゃくちゃ感動する。うわ、なんでここは壁キックだ。まあ、どこだ、こっちか。はいはいはい、オッケー、出れていく。いや、俺の予想言っていい？記憶が正しかったら先にこれだけやらせてくれ。これじゃねえな、多分向こう側だな。向こう側行こう。トゥ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 、危ねえ。ここちょっと、ここいい、ここら辺の釘を打ってみたい。これは絶対ある。はい、来た、よっしゃ、オッケー、俺の記憶正しかった。ここは壁キックだね、このタイミングぐらい多分。はっほー、よいしょ、オッケー。でこっち、あ、待って待って、危ねえ危ねえ、今死んだかと思った。楽しい。あ、これあれだ、まだ今回あんまボーナーアクションやってないもんね。これはこっち側行って、いいな、もうめちゃくちゃ楽しいね。はい、さあ飛んで、あー、こういうのはマジで絶対ダメ、実況者として。面白くないし、よいしょ、さあ来ました、ここまで来たらこっからだね、よいしょ。は、どうなってる、上か、上行くの、そうだね、これ多分上行くな、これ。やっふー、合ってる合ってる、絶対合ってなくない、合ってなくない、合ってないじゃん、どうしよう、どうするんだ、よいしょ。さあこっからよ、分かってないからな、とりあえず、とりあえず高さをつけよう、考えよう。あれさ、右のやつに直接行けたりしないかな、なんか直接行けそうだな、やってみるぜ。あ、行けた、普通に行けるじゃねえか。でこれは壁キック、違う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 、危な、こっちの壁、こっちだ、よいしょ。でここは、ここら辺で壁キック、どう、あー、いいね、楽しい。え、これはどうすんだ、ん、これはどうすんだ、こっち、ここで壁キックか、ここでこう、あ、違う、ここどうすんだろう、あ、待って、いや違うよな、あそこのなんかゼグザグ上がってく感じないもんな、ここだと思うんだよな。あ、わー、危ねー、あ、よいしょ、危ない。さあここまで来ました、こっちか、ここだ、わかった、あぶね、違うか、ここなのか、ここの気がするけど、オッケー、あー惜しい、でもここでいける、これ正規ルートだと思う、いや違うか、これ正規ルートじゃないか、え、でも高さ的にはここだよな、オッケー、来た、乗れていく。ここなんだ、なんだここ、絶対違うけど行ってみたくなっちゃう、これなんなん。まあ知ってたけどね、まあ知ってたよ、俺は、俺は正直知ってたよ、何もないんだろうなって。なんか燃えてる、なんで燃えてんの、ファイヤーマリオになっちゃう。さあ最後、社員は今回ちょっとあれだな、もうなんかさすがのなんか秘密ステージも後半の方になってければなっけって、早い、ちょっと後半の方になってけばなってけほどな、長くなってきた、難易度も多少上がってきた気がする。さあ、うわー、ここあれだ、普通になんかタイミングを逃したらそのまま失敗しちゃうやつだ。まあ失敗しないんですけどね、えへへ、失敗、この中入りたい、あそこの中、いやダメだ、もうせっかくここまで来たからやっちゃおう、よいしょ、危ねえ、終わったー、よいしょ、はい、危ねえ、えい、ということで社員31個目クリアです、シネゲッツ。これあれかもしれないな、あのなんか新ステージみたいなのってもうなんか社員を何個か取って新しくなんかもう一回フラグが立つよみたいな、そんな感じじゃなくて、あ、偽マリオだ、自分でなんかすんのかもね、ロケットノズル手に入れたり、あ、ね、なんかヨッシーで行くやつあったような気がするんだよね、始まるかな、オッケー、ほら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 、放水じゃい、放水じゃい、遠くから放水する作戦に行こうぜ。
遠くから放水作戦いくぜ。ここからこんな感じ。あら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 今のおもろ。あ、間違えた、ま、どうせ待ってくれるから、あの偽マリオくんって。偽マリオくんなんか優しいから見失うことがないんだよ、見失うことがないんだよ。だから遠くからの放水作戦が一番これは手っ取り早い。いきまーす。あい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 、さすがに避けろよもう。おらおらおら、上の方、おらおら、いいぞいいぞいいぞ、結構当てる。ここら辺なんかあれだもんね、すごいいろいろ場所が入り組んでるから、場所が入り組んでるからこうやってかけながら走るっていうのができないし、ちょっと難しいんじゃないここもしかして。よった、やばい、すぐ逃げられた。まずいぞ、今回めちゃくちゃ時間かかってる気がする。どこじゃ、あーここ行けそう、ここで近づかないようにして。あれこっち側走ってくるか、どっちだ、あ上か、いやこっちだ。やべ、ミスった、いやーミスった、走ってくるんかい結局。よいしょよいしょ、どっち、こっち、そっち、やばい、これ無理じゃね、はあ、あー最悪ー最悪。あ、しかも BGM 変わるんだ。待って待って、降りるの、どこ行くの、ふざけんなって、ふざけんなお前、めちゃくちゃ。あ、これで2周すんの、違うわ。もうそろそろ終わっていいでしょ。あ、倒した、よかった。ちくしょう、覚えてろ。いや今回大変だった。で、ここです、ここで待機、もう偽マリオもうここで待機って覚えたから、ここら辺よいしょ、 OK。 さあこれでじゃあ32個目、ここのステージもマーレちゃんもこれで次がラストかな。セーブし続ける。本日の、本日ってわけじゃないけど、あ、コインフィッシュと赤コインやっていきましょう。マーレの最後でございます。おーおーおー、またこの滝の中か、また滝かな。お待ちしていましたよマリオさん、じいちゃんが上で待っています、またこれをかぶっていてください。来た、最後あれだ、最後多分あれ赤コイン系だな、これかぶった赤コインだ。さあこの奥だねって言おうと思ったのに、あぶね、あ、いける、なんかいつもよりも行きにくかったな。これなんだ、こんなのあったっけ、ピョイーンってジャンプ台がある、さらに上に行けるんじゃない、あ、いけない、あ、あー縮んじゃった、大きくできない、これ大きくできないかな、こう、あ、大きくできない、なんか縮んじゃったなんか縮んじゃった、まあいいや、とりあえずじゃあこのおじいちゃん、こんにちは、おじいちゃんこんにちは、赤コイン取りに来たよ、マリオ殿、みんなが戻ってきたのだよ、お礼の品を用意して海の底で待っておる、受け取ってやってくれんか、そうそう、くれぐれも息切れには気をつけてな、オッケー、これを受け取ってくれんかって、海の底でしょ、行ってきます、行ってくるぜ。わあすごい、スイミーじゃんけ。ちなみにスイミーは1コインだけど、目だけだから、あれあれはすごいことになってるな。しゃあ、あれ探すのマジで大変だぞ、とりあえずあれを探すか。あれさっきの魚どこ行った、さっきの魚、あと周りに赤コインもしかしたら、ああ普通に浮かんでる、待って待って待って、違う、バラバラ、あれ魚じゃんか、あれ取りに行くぞ、取れ、よし、オッケー、むずそう、やばい、よいしょ、オッケー、これで2枚目、ここにしかないのか、3枚目、4567、7枚あるな、あーバラバラになっちゃうんだ、これバラバラになっちゃうの聞いてないんだけど、むずすぎ。このタイミングで取りたい赤コイン、このタイミングで赤コイン取りたい、ずっと追いかけるだけこいつらを。うわ上の方に行ってる、上の方に行ってる、はい来た、もう魚の形をなしてない、魚の形をなしてない、オッケー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 、さあまだまだだまだだ、もうちょっと上、ここ取りたい、頑張れ、オッケー、6枚、7枚も取りたい、解散する前に、解散すんなー、うわーバラバラに、いやあのコインだけ追いかけよう、俺あのコインだけをかくかたくなに追いかける。ここで取れたら強くね、あいつなんか上の方でこれ、あ、あ、勝ち合うよ、あら合わない、やばい、あった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 、おった、はい8枚、オッケー、もうあれ終われ、よっしゃー、マジで魚にしかいなかった、魚に8枚と思った。さあこれでじゃあ本日のここのマーレちゃんは終わりと、一番下これ大丈夫、あでももしかしたらあれかもしんない、クリアしたら息切れしなくなるのかな、下に最速で沈む方が分かりません、
あ、本当だ。クリアしたらなぜか知んないけど息切れしなくなる。あーことはない。全回復してるだけだった。かわいい。なんかクラゲの上に乗ってる。毒あるよ。じゃあ車に乗りまーす。よいしょ、いいね。しれっけった。さあということで、あのステージはクリアしたんで、あ、そういえばここの上なんかあるよね。秘密のなんか結構難しいステージがあるんだよね。あそこの次のステージクリアしたんで、まだやってないところ、やりましょうか。確か水に落ちちゃった。確かあそこの遊園地はまだ全然やってなかったはずなんで、次は遊園地になっちゃうかな。さあこの遊園地、もうなんかメガクッパーとあのジェットコースターで戦う以外の記憶がね全部ないんですよ。あと何があるか全くわかんない。ストーリーさん、海賊船の赤コインやっていきましょう。赤コインか。赤コインは俺の中で数合わせだから。これスーパーマリオサンシャイン一つのステージに8個あって、一つのマップに8個ステージがあって、そのうちの、まあ、1つか2つぐらいが赤コインになるんだけど、俺の中で赤コインは完全に数合わせですね。でも赤コインあるだけでも点在してるだけだもん。特にマップが変わったわけではなく。さあ海賊船、赤コインはよいしょ、どこにあるか。海賊船の上って言ってたもんね。あ、1枚目 OK。 うわーすげえ。安全レバーも、安全レバーも何もない。あるねー、あるねー。あ、右にもあるね。よいしょ。あ、待って、やばい、これ無理だ、ミスった。あー完全に今ミス、ちょっと先を急ぎすぎてしまった。タイミングを見計らって、今らへん、ここらへん、よいしょ。でこれでんジャンプか、ジャンプ2枚目。これも海賊船じゃなくてよくないか。海賊船じゃなくていいな。もう海賊船の上にはない。水に反射してる。こっちから行こう。行けるかな。よいしょ、こっちから行けるかな。はい、おお、おるわ。よいしょ、あ、やべやべ、危ない。はい、ここ乗ってこれ倒せるんだよね。さあ倒して倒して、こっちもあるな。こっち下げとるか。ふっ、取った、掴めない、掴めた、オッケー。じゃあこれ青コインもある、イエーイ、青コインゲット。青コイン、この上は上どうやって行くんだこれ。あ、待って、あった、こっちでこれをこうか、よいしょ。さあこれで何枚目、4枚目。あぶねえ、間違えた、青コインさらにあったな。でここをまだやってないから、よいしょ。海賊船の上って言いながらもう全部金網の上にあるって。うわ面白そうな、敵がおる。はい、じゃあここ来ました。これはこっちか、とりあえず行くか。あれ、はい、1人やり、はい、6枚目、2人やり、3人やり。あ、やばい、ダメだこれで。あ、あと7枚、全部見つけた、よし。じゃあこれで戻って取ります。どこに社員が出るか、どこに社員が出るか分かんないけど、はい。さあタン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 、はい、7枚目。さあ最後、なんかここにまた戻ってきそうじゃない、社員。これ一番最後が良かった説ある。さああれがラスト1枚。これ船の上から行く方がやっぱ任天堂さんの意図的には合ってんのかな。ぴょんぴょん、やばい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 、あぶねえ。あぶねえあぶねえ、どこどこに出てる。あ、やっぱそうじゃん、さっきのところだ。あ、しかも届かねえし、間に合い、あー間に合わねえか。じゃあさっきのところ戻ります。はいはい、よいしょよいしょよいしょ、はい、取った。さあこれで34枚目。あ、なかなかいいペースで集まってるよ。さあじゃあ次行きましょう。枯れひまわりを救え、やっていきましょう。ひまわりか、あれだ、あのなビーチじゃない。うわー、しかもなんかやばい、かわいそすぎる。こんなにサンシャインで太陽が照ってるのにひまわりが元気がない。しかもヨッシーの卵でかくね。ヨッシーの卵でかくね。いって、え、ダメージ受けたんだが、なんだこいつ、生まれろ。うわー、なんだお前、敵じゃねえか、敵じゃねえか。いって、待って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 、どうすりゃいいの。うわわわわわ、怖い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 、うーい、あ、そういうことか。よいしょ、倒した。おお、ひまわり咲いた。はあ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 、あー、かわいい、マジでひまわりかわいい。世界で一番ひまわりが好き。よいしょ、じゃあ助けよう、どんどん。こいつ全部やるだけだな。で、こいつあれだ、もう全部やっちゃおう。
全部これ先に起こす、先に起こして難しくする、先に起こす、先に起こす、またね、また寝たりすんのかな、寝たりしない、あ寝てる、寝るのかい、寝るのかい、お前ら来い、お前ら来い、よいしょ、はい、よいしょ、2個目、はい、オッケー、同時同時、法律中だから1匹咲いてさらにもう1匹咲くよ、はい、行こう、2人仲良く咲きました、はい、ほらほら、よい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 、オッケー、さあ、じゃあこいつもおいで、こっちこっちおいで、こいつもいるから、こいつおいで、こっちおいで、こっちこっちこっち、こっちだよ、こっちだよ、こっちだよ、あ、バナナできた、バナナできた、はい、よいしょ、はい、孤立中換気、よいしょ、で、ひまわりは多分俺の予想なんだけど、あのでっかいやつの前だから、でっかいやつの前に移動しておく、ひまわりじゃないよ、太陽が、太陽じゃない、社員が、うわー、あー、しかも黒、黒のこげちゃんもかわいい、黒のこげちゃんもかわいい、あ、全然違った全然違った、えい、はい、はい、よいしょ、取っていく、取っていく、全然取れない、全然取れない、全然取れない、オッケー、さあ、ということで今度こそ社員ゲッツ、いいね、おお、なんだ、始まった、ドリピックタウン、偽マリオがまさかの、え、なんかよくわかんないけど、イミシーにパイナポーが映ってるけど、あれパイナポー多分食べれるんだよね、ヨッシーが、ヨッシーの卵来たぞ、ついについに来ました、ヨッシーの卵、さあ、じゃあこれを、間違えた、やばいやばいやばい、よいしょ、あの偽マリオ捕まえに行こう、やった、ついにヨッシーに会えるぜ、ついにヨッシーに会えるぜ、間違えた、逃げないで、逃げないで、あいや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 、ゼロ距離攻撃、逆に近すぎて当たってなくない、は、そんな動きすんの、マジで、ちょっとトリッキーになってるよ、ちょっとトリッキーになってる、さすがにそれは、しかも全然当たってないし、全然水かけてないし、ねえ、待って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 、落ちた、降りたね、どういった、あ、いた、誘拐事件、犯人はマリオさん、これもう、え、お前さ、お前さ、トリッキーすぎるんだって、動きが、動きがトリッキーすぎるんじゃ、おい、俺を翻弄して遊ぶな、いけ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 、もういいだろう、もういいだろう、お前、当たれ当たれ、この距離がいい、この距離が、よっしゃー、ヨッシー捕まえた、畜生、せっかくヨッシーになろうと思ってたのに、バナナ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 、そんなバナナ、バナナここにさ売ってない、あ、売ってない、バナナどこだ、あった、よいしょ、バナナもらうね、おばちゃんもらうね、金払わない、金を払わない男、ほい、バナナってことは黄色じゃないよし、違う、きたー、かわいい、しかも今回このヨッシーはジュースが励ます、ヨッシーじゃないっけこれ、あ、食べた、オッケー、食べてくれたヨッシーが、ありがとう、さあ、ということで今回ですね、かわいいヨッシーちゃん、ピンクのヨッシーちゃんを仲間にできたということで、これぐらいで終わりたいと思います、ここまで動画見てくれてありがとうございました、また明日のトリッピーさんの動画も見てくれたら嬉しいです、明日次回はですね、ここ、この土管から入っていきたいと思います、じゃあなー、バイバーイ、うおー、すげえ、おしっこみたい。